見くびるな。私は不滅なる者、まだ戦える。捕らえたぞ。お前も私の未来の記憶ばかり気にしていたのだろう。だが忘れるな、この塔は過去から届いた希望だ。アラグの時代、こいつは天より注ぐ力を受けるために作られた。言うなれば特大の白星石だ。我が民の心、そして英雄たちの心を利用してお前が得た力、その魂ごとまとめていただくぞ。これは…ああ、そうだ。ゾディアークになればみんなを救えると思って。けれど、なった後にも仲間たちの嘆きが聞こえたんだ。世界の行く末について、たくさんの意見が出た。そんなことは珍しいから、委員会のみんなが悩んでいた。だったらエリディブスが手助けしに行かないと。そう思ってゾディアークからこぼれ落ちたんだ。私は好きだったんだ、彼らのことが。役目をやり遂げたらもう一度見られると思っていたんだよ、彼らの幸せそうな笑顔。私が最後に残ったって、
すまない。ちょっと張り切りすぎた。この前、水晶校としてやるべきことを果たしたら、話したいことがあるって言っただろう。第八霊祭の要因を退け、呼んでしまったみんなを返す方法を見つけ出し、クリスタリウムの民もこれでもうどんな夢でも見られる。だから笑い飛ばしてもいいから聞いてほしい。あんたと旅がしたい。次の冒険にはきっと俺を連れてってくれ。ならまた再会できるって信じてくれるか。ありがとう。この記憶と魂をあなたと共に彼方へ。されどこの身はこの場所に胸を張って立ち続けよう。私をこうと呼んでくれた民とこの世界に希望は明日へ継がれていくのだと物語り続けるために。事実、そこに水晶校が立ち続けているからなのでしょう。皆さんは急に元の世界に返されることもなく、予定通りの方法で帰還を試みることになりました。闇の戦士と呼ばれた
かの人も、二つの世界を渡ることができるまま。クリスタルタワーは、この世界と彼をつなぐ、永遠の道しるべとなったのでした。